結城野平次は、安土桃山時代から、江戸時代初期にかけてのキリシタン武士。小西行長の家臣。肥後国愛藤寺城代。河内国出身。おじに結城忠政がいる。おじの影響で、キリシタンに改修した後は、京都の南蛮寺建設にも関わった。天正16年5月の民主来日の際には、世話役を任される。また、 雪長の信頼が厚かったため、文録、慶長の役の際は、その留守を預かって、日後南部の統治に当たった。慶長5年の関ヶ原の戦い後は、加藤清正に仕えるが、帰京を拒否したため野中より追放される。その後は、有馬春信に、治行三千国で召し抱えられ、金山上司となるが、春信死後の慶長18年、天修を拒否したために、死君、 有馬まなおずみによって、放録没収、国外追放を命じられた。長崎へ追放された後の消息は不明だが、官営5年に、末継ぐ平蔵の台湾派遣船に、浜田野兵と共に乗船していたという説もある。AB、人物紹介、小西幸長の部屋。うっとし。2015年10月31日閲覧。飛ばし門が500国。 島沢以下12人は300国。ありがとうございます。